ははい皆さんこんこにちは村長です今日はコードトラックということを中心にお話をしたいと思います。村長ミュージジックスタジオ先日の動画これでですね今画面にありますようにピアノ伴奏とピアノメロディーをオーディオクオンタイズというお話をしまして そのやり方、効率のいい方法、そういうのをお伝えしました。また概要欄にも貼っておきますので、そちらが気になった方は見てください。これで今、オーディオが整った状態になっています。ここから次のベースやいろんな楽器を入れていくために、コードというのを調べておくと、とても時短なアレンジができます。いやー、そんなコードトラックぐらい知ってるよ。 まあ、スタジオワンをお使いの方なら、コードトラックはどうしたらできるかというぐらいはわかってるんですけれども、それを効率よくですね、やってこそ意味があるわけですね。今、右の方に譜面が出されています。この当たり前ですが、だいたい1ページ見えてるわけですけれども、このやり方で本当にいいのでしょうか。僕のようにですね、中年を過ぎると目も見えなくなってきます。ですから、 コードというのを一つにしても便利な方法をやっていただきたい。そういうふうに思います。2画面あるというときはですね、それを2画面にしてやったりもするんですが、今日はですね、画面は一つしかない人のためにもお話をしていきたいと思っています。まず、初歩の初歩、コードトラックを出すのは、スタジオワンの場合、ここからですね、コードトラックというのを出します。 このトラックのヘッダーが大きいときは、このように上の方にも並んでくれます。これはどちらでもいいですので、何せコードトラックをこのように出しましょう。コードトラックのコードを作るのは、例えばこのようなオーディオのリージョンがありましたら、それを上に上げればいいわけですけれども、はい、上げます。あれなんか道路標識のようなエラーマークが出ていますよね。 上には上げれないということです。もう一つの方法として右クリックでコード検出というのもあるんですが、これをしてなんとなくできそうに見えるんですけれども、はい、終わりましたがコードが出てきませんね。こんなことでお困りの方もたくさんおられると思うんですね。これはベンドツールなどでこのように分析をした後はですね、 すぐにはコードトラックに反映させられないという約束事があります。そういう時はこのリージョンを選択してコントロール B、バウンズですね。そういう風にして新たにオーディオを作り直すという必要があります。これさえすればコードトラックにドラッグするとコードトラックが出現します。はい。こういうことなんですね。で、コードトラックは画面の 左の方にもインスペクターを出しているとこのように表示されていますそこでです次はコード譜や譜面を見てですねコードを入力していく必要がありますその時に先ほどと同じようにこうやって出すんですけれどもこれにも工夫がありますまず1個目は最前面でポーズとかいうのを検索していただきますと Windows ではトップオンモスト と、英語では言いますけれども、最前面に固定するというようなフリーウェアなどがありますので、僕の場合は Windows ですので、最前面でポーズというソフトを入れてありますので、ここでキーボードのポーズキーを押すと、ポーズされました。そうしましたら、Studio One をこのように今クリックしてるんですね。はい。このようにクリックしたりしてるんですけれども、それでも、 これが後ろに行きません。このように最前面で置いておかないとですね、これがもし最前面になっていなかったらですね、スタジオ1を押すたびにこんな風になってしまいます。これでは非効率ですので、必ず最前面でポーズにしましょう。そうしまして次に、まあ大体はこう右に寄せたり左に寄せたりするんですが、ここでも 僕のような特に老眼がかかり出している皆さんにはですね、もっと考えてレイアウトをしてください。例えばこれは横長にします。はい。横長にすると見やすいですよね。そして今度は縦を縮めます。コードが見えるというのはこういうふうに一行分さえ見えればいいわけで、さらにできればですね、PDF を プラスマークなどを押しましてですね、こうやってなるべく大きくしていたらとっても見やすいですし、スクロールするのもこうパッパッパッとこうですね、出てきやすいんですよね。これ何のことないことですけれども、とっても便利です。結局このように縦に長くなっていてもですね、スタジオワンの画面が見えなかったらですね、とっても非効率ですので、これは このように幅を狭めてコードさえ見えればいいというこうやって大きくなっていればこの下に置いてコード符が見えるようにすればですねとっても便利にできるようになりますそれではここから始めたいと思いますなるべくこう拡大してですね見えるようにして自動で作ってくれたコードを見直していくことになりますここらで 同じでいいのに、ここにセブンスがついたりしている、こういうところがありますよね。全く同じにしなくてもいいと思うんですけれども、一応今日は譜面通りにするということで進めたいと思います。はい。消しまして、このように伸ばしてください。この時に、右上のスナップにオンですね。これをスナップにオンにしておく方が通常はいいです。そして、 ここで2小節目はですね、このまま Bb7 で良かったわけですね。ここで分かれていませんが、できたら小節を一緒にしておく方が、MIDI のデータがこれではですね、白玉を2小節分で1つになってしまいますので、これですね、スライスで切る方がいいんですが、ちょっとここでもうワンポイントあります。スタジオワンでは、このツールの時に、 コントロールキーを押して交換できる2つ目のツールというのを選んでおくことができます。このようにしましたら分割ツールと通常の矢印ツールが仲間になってくれます。ですからここで矢印ツールになっているときもコントロールキーを押すとこのようにすぐにスライスができます。これとっても効率的ですのでこのようにしてください。 参小節目ありますけれども、ここで b ト7がまた出てきます。これはここですね。八分音符があるので、いわゆる杭のリズムになっていますので、ここでカットしますが、これはスナップをしたままでですね、このように合わす方が正確に合っていくと思います。そして今日はコードの話から行くんですけれども、先に アレンジトラックというのを出してですね、ここからはイントロだよとかいうようなことを指定しておく方がどこまで進んだかが分かりやすいです例えばこれの場合でしたらここがイントロの部分ですよっていう感じですが後先してしまいましたがコードの話をしますので今日はちょっと飛ばしておきますそうしましてここが杭になりましたが E フラットではなくって Bb7 にしないといけません。で、ここも Bb7 にしたいわけです。こういう時は、皆さんは大体はですね、ダブルクリックをしまして、このコードセレクターというのを出してですね、やっている場合が多いと思います。これをどこに置くかですけれども、これを若干短めにしましてですね。はい。 これぐらいにして見える範囲にしておいてですね。またこれをですね、ここに置くとかいうのも、このレイアウトって案外大事ですので、ここで7を入れて、そしてここは Bb7。これを入れ替えます。これでいいわけですね。でもですね、これってもし違ったとき、これが Eb。 これ元に戻しましたが E フラットだった場合ですね本当にこの方法が一番早いのかと言いましたらそうでもありません二つありますピアノが上手な人はですねここでキーボードを叩くということもできるわけです例えば C を弾いてみましょうここですねここをクリックしておくことによって演奏したコードがこのように 変わります。ですから、キーボードが得意な人は、このようにキーボード入力するというのも一つです。そうすると、早く出てくるというのがあるんですね。探したりするより早いというのもありますし、もう一つの方法としましては、ここ Bb7 ですので、左側にある Bb7 を、ここに持っていく。 これ方が選ぶ手間が省けてですね、まあこれに上乗せしたらいいんです。この下にはあるんですけれども、この状態でもいいわけです。そしてこういうコピーとペーストですね、オルトを押しながらこれ引っ張ったらこうやってずらすこともできますし、ここから持っていくのも一つですし、そしてこの中にある他のものですね。例えばこれがもう一度戻しますね。 E フラットだったとします。そうしたらこれをここにある部品からオルトキーを押しながらここに引っ張ってくるとこのように上書きしていくと5度圏のコードセレクターから選ぶ以上に速いというのがありますご理解いただけましたでしょうかもう少しだけやってみますはい次はここは E フラットとそして b フラットのオン d になっています先ほどもやってましたようにもうここでコントロールキーを押すとこうスライスできますのでこのようにスライスをしましてそしてここを入れ替えると今のところはこれと同じコードはないですのでこの5度剣サークルからですね B フラットを選びまして OND は このベースというところで D を選びます。これで B フラットオン D になりました。こういうことですね。そして次は Cm7。そして Cm7 オン B ですね。これはオルトを押しながら隣に引っ張ってはい。そしてこれを Bb b 入れ替えます。次は Ab そして b7 b ですからこれをまた小節を半分に切りながらそして前の方は Ab 後ろの方は b7 b コードトラックはここででも次のところに進むことができますのでこうやって b7 b はい。次のコード。E フラット。このように進めていってくださったらいいわけです。ちょっとここからは僕の方で全部を整えてからということで、ここは高速モードで皆さんに見ていただきます。 はい。入力ができました。アレンジトラックにも分かりにくくならないように、ポイントだけは入れました。これでコードができたわけです。ここまで行きましたら、次、見直しというのをします。確実にいいやっていう方は見直しをする必要はありませんが、見直しするのがいいでしょう。その時は、このように、もう大きくしておきましてですね、 見やすす。いよううにだけはしておきますもコードさえ分かればいいと思いますのでそしてこのコードのところでですねこの a フラットというところを押しましたらこのようなコード表示というのが出てきますこちらはもういいですのでここを見ながら再生するとですねチェックができると思います。最初は B 7からです。 皆さん目ででえましたでしたょうかいやーちょっとこれ早いから確認するというかもうざっくりだなとざっくりだったら意味ないですよね確認するということはですね正確じゃないと全く意味がないわけですねこういう時はどうしたらいいかと言いましたらこれはですねこういう方法もありますねこのトラックですね今は タイムストレッチというのにテンポがなっています。このトラックもちゃんとタイムストレッチになっていますのでですね、この状態で今はテンポが138ですけれども、これをですね、例えば90。そうしましたら、これを同じように折っていくのにしてもですね、 ちょっとメロディーがおかしくなりましたよね。これは今、これが分析中だからです。もう一度これ138に戻しますね。はい。この状態で、このメロディートラックをバウンズしてみましょう。はい。これでですね、テンポをもう一度ゆっくりにします。100でもいいですね。ちょっと遅すぎたかも分かりません。はい。 このようにさえしておけばですね、さっきちょっとメロディーがおかしくなりましたが、 これだったら終えますよね。ちょっと戻しておきますねこのようにですねテンポを変えてチェックをするこれはオーディオであってもミリであってもできますのでですねこれもとっても重要なポイントですよねそしてそのテンポを変える時にはですね先にバウンズをしておくとバウンズをしないでベントツールでいろいろ修正した後、 それではですね、テンポを伸ばしたりしたらおかしくなりましたよね。ですから、先にバウンズをしてからテンポを変更する。このようにさえすれば、ゆっくりゆっくりしっかり見直しができるということです。今日のところは、単純にコードを入力するというお話でしたけれども、どうでしたでしょうかいくつか自分の知らないようなヒントがあったんではないでしょうか なるべく効率よくですね。そして僕のように目が弱い人でもですね。より便利にやっていく。横型の譜面で大きくサイズを見るということですね。縦は短くっていいですのでですね。そしてコード表示というのを出してですね。チェックをするとかですね。コードに関わることでもとっても便利なことがたくさんあります。左のインスペクターからオルトキーを押しながら引っ張ってくる。 というようよなことですねこれはちょっと僕がやってしまったので分かりにくかったかも分かりませんが例えばこの E フラットのところに置き換えたいと思いますね。こういう時は Alt を押しながらこれを引っ張ってくるとここにですね置き換えることができるわけですね。はいこういうふうにですね。ここのの左側から持ってくればいいちいちこの5度圏で E フラットはどこだったかななんて見る必要もないのでですね。使ってるのは全部出てくれてるわけですから、1番の途中ぐらいからですね、だいたいここの左のところにあるものが出てきたりします。もう一つ言えば、1番と2番とかも同じようなものはですね、このようにこういうふうに上からこうやってですね、選択をしてコピーと、そして 次の場所へ持って行ってて行貼り付けですね。こういうようなことをやってなるべく早くやるというようなたったコードトラックということですけれども上手な使い方をしてくださいそしてまあ例えばこういうのをダブルクリックをしまして下側に波形がありますよね。まあ、特に MIDI の時に有効ですけれどもこうした時にに コードが上の方にこう行ってしまってですね、いくらこのように上と下ですね、これを連動するの、このボタンですけれども、これで連動したとしてもですね、ちょっと見にくいですが、ここにですね、コードトラックを出したりできる機能はご存知でしたでしょうかね。編集トラック、MIDI ピアノロール、それにでもこのようにコードをつけたり、もしくはアレンジトラック、 この辺のところを持ってこれますので、とっても見やすく便利に、そしてその結果が時短に繋がる。そういうコードトラックの使い方を、ぜひともスタジオ1ユーザーの方はやってみてください。ありがとうございました。村長スタジオでした。